じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、ニュースありましたね。ありました。12球団監督会議ね。はい、まあ、ちょっとあの投稿とすれば少し遅れたけども、はい、まあ、いろんな監督の意見をね出し合って、うん、これはこの時期毎年恒例ということで、ね、まあ、毎年だよね、うんうん、で、まあ、今年はやっぱり目玉といえばやっぱ長老である岡田監督座長ということで、まあ、座長見て、まあ、3回目の監督就任かな、うんうん、それでまあ監督歴も長いし、まあセパね、どちらの経験もあってということで、そう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 、ね、まあ座長ということだったんだけども、はい、一刀両断、ねね、存在感示してくださいましたが、そうよ、はい、DH タイブレイク反対、うん、引き分け賛成ということでね、はい、書いてありますけど、悩ましい、ね、猫ちゃんも悩ましいとは言ってますが、これね、うん、DH とか、うん、この導入っていうのは昨年とか一昨年原監督がやっぱどうなんだっていう、うん、取り入れないかっていう提案をしてるわけね。ありましたよね。あったよね、はい、まあ、これはあのパリーグに対抗するために、うん、やっぱり DH の方がやっぱピッチャーピッチャーに専念できて、うん、で野手はレギュラーが1人増えるということでね、うん、まあ、それであの DH を採用しないかという、これは本当にこう永遠のテーマじゃないですけど、ね、うん、どちらにもデメリットメリットがあるというようなことですよね。そうなんだよ ね、 そうなんだよね、うん、ただその世界基準からすると、はい、まあ、どの大会も世界基準から言うと DH を採用していると、うん、まあ、そういうこともあり、まあ、自身巨人がソフトバンクに日本シリーズで8連敗という、うん、その原因がやっぱこう DH というね、うん、まあ、そういうところに、まあ、結論に至ったんだと思うよ、原監督の頭の中でもね、うん、まあ、この近年の経験を踏まえということですか。まあそうだね、うん、ただ岡田監督はそんなこと関係あるかいと、はい、お前 DH なんか使ったら監督の見せ場なんか何もないやないかとこの監督が楽してるだけやないかと、はい、いうようなことなんだよね。これは確かにどういうことかというと、はい、やっぱりピッチャーのところに代打を送るか、うん、そうですよね、うん、ピッチャーを変えるいう、うん、そのタイミングの時でも、うん、まあ、例えば次の回あ打順が回ってくるなって思うと打順が回ってきたところで変えるか、うん、そのイニングちょっと炎上しそうなんで変えるか、うん、なんかそういうところの駆け引きというかさ、うん、そういうのをやっぱ岡田監督っていうのは楽しみたいわけよね、うん、まあ、それと原監督と、まあ、ライバル関係にあるからね、はい、もう学生の時からなるほど同じ日米野球で、はい、岡田監督の部屋後、うん、原監督は同級生ということでいたけども、はい、日米野球でね、はい、まあ、だけどやっぱ年齢一つ違いですよね。そうそう、はい、いやまあそれでもそのなんていうのライバル心はバチバチでさ、うん、だから牽制の意味も多少あったのかなっていうさ、なるほど、まあ、そういう感じもするけどね。この DH 制に関してはこうなんとなく思うのはこう、うん、監督ファン目線と選手目線でどっちがいいみたいな感じがなんとなくするんですけど、うん、どうなんですかね。監督とファンからすれば DH ない試合っていうのはすごく見応えがあったりするかなっていう、まあ駆け引きが好きな人だよね。好きな人は好きかなって、まあそうだね、ただこう選手からすると DH があった方がいいよっていう人もいるのかなっていう、うん、ない方がいいよっていう選手もいるんでしょうけど、どうですか。まあ、でも野手はやっぱ DH あった方がいいなと思うよね、うん、それなぜかというとチャンスがある、うん、そうですよね、まあ、一つの席が、そうですよね、まあ、そういうことをチャンスを与えたいという原監督の思いもあるわけね、うん、でもまあ監督会議だからさ、そうです、ね、岡田監督はいやその監督っていうのはそんな楽するだけじゃないかと DH は、うん、っていうような話だったと思うんだよね、うんうん、まあね、楽しようと思ってそう言っているわけではないでしょうが、結果そうなるよ、まあまあ、ということですか。そうだね、うん、だからまあそういうふうに取られても仕方ないというね、まあ、岡田監督の思考の中には DH っていうのはやっぱそれだけ一つ楽なことになるというね、うん、いうことだけなんだよね、うん、でタイブレイク、はい、もう反対なんだよ、ね、だから松井和夫監督は、うん、タイブレイクやった方がいいんじゃないかと、うん、でせっかく見に来てくれてんのに白黒はっきりつけなきゃいけない、で引き分けでなんか中途半端に帰っていただくのももう申し訳ないと、うん、いうようなことから、まあ、タイブレイクをやって決着をつけて引き分けなしで行った方がいいんじゃないかと、まあそれがね要するにタイブレイク反対イコール引き分けは賛成ということですもんね。まあまあそうだね、うんうん、だからそのタイブレイクっていうのはさ、
まあ、どうやるかっていうのは、うん、延長12回まで行ったらやるのか、うん、9回でやるのかっていうのは、まあ、全く導入されてないから、まあ、分からないけども、はい、やっぱ選手の負担を考えると、まあ、12回だよね、うん、でこれも岡田監督はいやいや勝率で戦ってるものを、うん、引き分けもそれ狙いに行くよって、うん、だからこれはタイブレークなんか決着つける必要ないと、うん、勝率で戦ってる以上はね、うん、それは一理あるよね岡田監督の言ってることは、うん、そうですね、うん、だって勝率で戦ってるんだもん、はい、勝敗で戦ってるわけじゃないから、うん、いやそれは引き分け狙いの試合もあるよって、うん、だからそれはあってもいいんじゃないのって引き分けっていう、うん、だから岡田監督は勝率じゃなかったら勝ち星だけだったらタイブレークすると思うね、うん、そうですね、うん、これなんとなくこの間のサッカーで言うとワールドカップなんかで言うと PK みたいな感覚があるんですけど、うん、なんとなくなんとしてでも勝敗をつけようっていう、まあそうだね、でもなんかやっぱそこだとこう勝敗はつくのになんとなくすっきりしない感は残るっていうところもありますね。まあそれはあの負けたチームね、負けたチームは、うん、まあ例えばさあのワールドカップで先陣切って蹴りに行った選手が外したと、うんうんうん、なんかそこからを引いて流れが悪くなったと、うんうん、で日本を応援してたとそうなってくるとやっぱ後味悪いよね、うんうん、いやだけど逆だったら、はい、よしやったみたいなことにはなるんだよ ね、まあ、ね、まあ勝敗ってそういうもんだからさ、はい、ただ勝敗を白黒つけなきゃいけないっていうような大会だったりするのでそれが、うんうんうん、まあそれは仕方ないと受け入れられるんですけど、確かにこの勝率で戦ってるんだったら、まあ、引き分けもありなのでも白黒した方がいいよねっていうところはまた悩ましいということですよね。まあそうだね、だから、うん、延長15回っていうね、うん、話も出たみたいだけども、うん、いやそんなもんは選手の負担が増えるだけで、うん、で交通機関とかねいろんなことを使って見に来てくださってるファンにもう申し訳ないだろうと、うん、だから引き分けいいじゃないかと、うん、まあね、あのどこをなんていうの重視するかっていうところがそうなんだよ、ね、ポイントですよね。だからまあ岡田監督の言ってることは非常に、うんうん、まあ、正論に近いというかさ、まあいろいろ賛否両論あるよ、うん、あるけど俺は個人的に岡田監督の意見に賛成なんだよね、うん、この3点下に書いてあることに関しては豊さんも DH タイブレーク反対の引き分け賛成だよっていうことですか？あ、違うDH は、うん、やっぱ俺は岡田監督というようにやっぱ駆け引きが見たいんだよね。まあ、そこでねやっぱね、うん、監督の上手い下手って出るよ、うんうんうん、それとやっぱ選手をどういう風に残したりだとか、うん、育てたりだとか、うん、いろんなことが見えるんで、はい、俺原監督も上手いから DH なんかやらない方が、うん、俺はいいと思うんだけどね。まあね、見せ場もありそうですよ ね、まあね、うん、ただやっぱ打てる選手が多いから、うん、やっぱ DH でそこにはめたいっていうこともあるのかなっていうような気はするけども、ね、いや俺タイブレークした方がいいっていうのは、うん、やっぱそれだけで盛り上がると思うんだよね。まあそうですね、うん、球場がもういきなりこうチャンスピンチを迎えてっていうところですもんね。そう、そう、うん、でそこでもねやっぱ戦略戦術っていうのは、うん、やっぱ凝縮されるような気もするわけよ、うん、ただその打つ打たないっていうのは別問題としてね、はい、いろんな戦略戦術っていうのが多分あるはずだから、うん、タイブレークならではの戦術っていうのもありますよね。いやもちろんもちろん、ね、ありますよね、うんうんうん、だからまあ例えばタイブレーク用の選手がいるかもわからないし、ね、まあ、そうですね、いや例えばバント要員とかさ、そうですね、タイブレーク要員が出てくるかも、要員とかね、だからまあそういう駆け引きとかさ、うん、いろんなことがあるから、はい、だからそういう意味ではタイブレークは俺は賛成なんだよね。ということは引き分けはなくていいよっていう、うん、だから勝率で戦うんじゃなくて、うん、勝敗で戦った方が俺はいいなっていう。なるほどね、うん、うん、その方がやっぱすっきりするし、うん、まあ、国際試合もタイブレークが入ってくるからね、うん、だからやっぱ慣れっていうのも必要だし、ま、だから矛盾してるのはさ、うん、DH は世界基準で入ってると、うんね、だからこれには反対なんだけど、うん、タイブレークは賛成っていうね、うん、まあ、非常にわがままな回答しかできないんだけどさ、まあそうですよね、うん、まあ、全てがこう世界基準に合わすってなってくるとまた日本の今までやってきた野球のルールなんかもあるので、まあ、ちょっと変わってくるよ ね、まあ、難しいよね、うん、まあ、だから今年の、うん、まあ、WBC でどういうふうなことになるかね、うんうん、多分タイブレークがおそらくあると思うから、うん、まあ、そういうところで、まあ、取り入れてる方がいいような気もするけどね、うんうん、これはどうなっていくんでしょうね。この今シーズン、あの次のシーズン始まるときにまた動きがあるんでしょうか、うん、あ、まあ今年にはならないけど、
オフから話さないとダメだね、こういうことはね。そうですよね、急に話したところでさ、はい、今年から導入っていうことにはならないからさ、だからやるんだったら本当に監督会議っていうのは、やっぱこう11月とかで準備期間を経て、まあ翌年の、まあ、2月キャンプの時からそれ導入されて、なんていうの、そういう練習も含めてできるような形を取るのがやっぱり一番かなっていうふうに思うよね。そうですよね。そうすると、うん、こうね、選手のこう取り方だったりも変わってきたりしますよね。変わってくる可能性ある。可能性があるね。ということで、今回は岡田監督が座長で一刀両断。一刀両断。なんか気持ちよかったよね、なんかね。もうやっぱり監督のメンバーもだいぶ変わりましたから、この会議もね。様子もだいぶ違うんでしょうね。やっぱね、縦社会だからね、だからなかなか岡田監督に物申すっていうのは、なかなかないよね、ただまあ新庄監督が言ってた、はい、19球団シャッフルしないかと、もうセ・リーグパ・リーグにこだわらず、これも一つの案としたらすごく面白いんだけどね、シャッフルっていうのはだからくじ引きで決めるというセ・パを、あ、なるほど、この今シーズンリーグを、リーグをもう持たないでね、そうなってくるとどうなんですかね、あの今まではそれでずっと来てたことが変わってくるし、まあ、まあ全然変わる、それもそれで、でもまあ一つの運命ということで、まあただね、やっぱね、何かを変えていかなきゃいけないっていう時期には来てると思うよね。俺が思うのは3地区に分かれて、まあ東、中部、西に分かれて、でそこで戦って、一つはワイルドカードっつって、一番勝率のいい 2位のチームね、で出てきて4チームで覇権争いをしていくという、それが一番いいと思うけどね。なかなかそれも新しい、まあ、なかなか動かないよ、まあ、でも確かに今は全国散らばっているっていうのがリーグの、あの何偏りがないのがあるんですけど、ね、甲子園とかもやっぱ近くのチームとか地元のチームみたいな応援したくなるっていうような心理から言うと、そういうのもありですよね。まあありだよね、ね、まあまあ岡田監督がね、今回は一刀両断ということで、はい、ね、はい、まあ、この問題がどうなっていくのか、はい、これからも ね、はい、注目です、はい。